ドジャースは6日、日本時間7日、日本拠地ロサンゼルスで行われたパドレス戦に2 1 0で惨敗。ナ・リーグ地区シリーズは1勝1敗となった。ポストシーズンの MLB タ記録となる6本塁打を浴びて試合に敗れたこともさることながら、一部のファンの愚行でますます後味の悪い結末となってしまった。1対4の劣勢の中、 7回の攻撃に入ろうとしたところ、左翼席最前列に座っていたドジャースファンがボールをグラウンド内に投げ込み、パドレス左翼手のプロファーが激怒。さらに別の場所からもボールや空き缶などが投げ込まれ、試合は約10分中断する事態に発展した。試合後のドジャースのデイブ・ロバーツ監督、52、は、ここで1000試合以上見てきたが、初めての事態。二度と起きてはならない。 特苦言を呈したが、試合の進行を妨げる暴挙に地元メディアも辛辣にこき下ろした。ロサンゼルスタイムズの電子版は、ドジャースファンが冷静さを失い、ドジャースもシリーズ大記録の大失態で制裁をかく、と速報。左翼席からプロファーに向かって2個の野球ボールが飛んできた。臆病者2人の育児のない行動、とばっさり切り捨てただけでなく、 すでにボロボロだったイメージがさらに傷ついた。歴史的に悪い評判がさらに汚された。今日、ドジャースのジャージーを着て街を歩いている人は恥をかくべきだ、とまで断罪した。同志ではさらに地域の悪評が広まることを懸念して、全国の舞台でドジャースタジアムに今シーズン最多の観衆がいた中に数人の悪質な者がいただけで。 チャベスラビーンには不良が集まる場所だという不正確で有害な物語をさらに助長した、とまで糾弾している。